さあ、今日のトイウォーズは、令和だ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 、そう、この3人は、令和に浮かれていた。令和だ、令和だ、平成なんてクソくらいだ、ところがである。諸君、君たちはまだ、残念ながら、令和にはたどり着いていないんだよ。なんだって、この小汚いウジ虫め、僕たちの令和フィーバーにイチャモンをつける気かぶ。ああ、全くその通りだ。俺たちが令和にいないというのであれば、その証拠を見せてもらおうじゃないか。そうだそうだ、三人の言うことはもっともだった。証拠も何も、ご覧なさい、自分たちの足元を。足元？ん？なんだこりゃ。この線が一体何なんだっていうかぶか。これは境界線さ、平成と令和の境界線さ。この境界線の向こう側にいる君たちは、まだ平成の時代に取り残されているというのだよ。なんだって？だったら今すぐにこの境界線を越えて令和に行こうぜ。あー、それがいいそれがいい、善は急げだ、さあ行こう。いいかい君たち、よく考えてこの線を越えるんだ。一度この線を越えれば、もう二度と平成には戻れない。本当に君たちは平成に何の未練もないのかい？何を言い出すかと思えば、さあ早くこの線を越えよう。そのかぶそのかぶ、お前が行けよ。お前が先に行くかぶ、オートバチンが先に行けばいいかぶ。なんでだよ、なんで俺が先なんだよ、お前らが先に行けよ。さっきまでの異性はどうしてしまったんだい？やはり君たちも平成に未練があるんじゃないのかい？あんなウジ虫にあんなこと言われて悔しいかぶ。僕は今すぐにでも行くかぶ。おお、もっとその通りだ、俺も行くぜ。うん、たかが千だ、こんなの簡単だ。うわ、やったやった、超えた超えたぞ。やったかぶ、これで僕たちも令和の住人かぶ。どうしたかぶ、早くこっちに来るかぶ。そうだそうだ、早く来いよ。なあ、本当に一度この線を越えてしまうと、二度とこっちには戻って来れなくなってしまうのか？ああ、残念ながらそういうことだ。に、俺は嫌だ、二度と平成に戻れないなんて嫌だ。何言ってんのこのバカ。たわけたこと言ってないで早くこっちに来るかぶ。俺は嫌だ嫌だ、平成から出たくない、平成にいたいんだよ。俺のことは放っておいてくれ、俺はこっちで。ズル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 あ、じゃらかもくれんほにらかピーカブー。ああ、なんてこった、こいつらが何言ってるかわからなくなってしまった。その時である。お前は誰だ？ピーチクパーチク、ピーチクパーチク。これはまさか昭和と平成の境界線。そうか、あなたは今の俺のように30年前昭和に残った人なんですね。そうだ、若者よ。私は30年前、昭和に残ることを選んだ。私は怖かったんだ。それまで輝いていた、新しいことの象徴だった昭和という言葉が、カビの生えた、古臭い言葉になってしまうことが。そうだ、俺も嫌だ。平成という言葉が、古さの象徴になることが嫌だったんだ。世界は動き続ける。それは、我々の事情なんて構ってくれやしない。私と同じ過ちを繰り返すな。歩みを止めりな。進むことを恐れりな。嫌なんだ。自分の生きた時代が古いものになるようで、自分自身が古臭い存在になるようで嫌なんだ。君が歩みをやめない限り、君の人生は常に新しい。たとえ時代の呼び方が変わっても、どんなに君が年老いていこうとも、君が生きているその瞬間は常に新しい、最も新しい瞬間なんだ。なんてこったー。